2020年愛知県の数学 A の問題の3番の問題を解説していきたいと思います。まず括弧1番、角度、円周角の問題ですね。まず弧 CD に対する円周角が36度なので、中心角が36度2倍した72度というぐらい出ますね。この角 COD、 この弧 CD に対する円周角が36度だから、中心角は2倍して72度と。で、三角形 OCB、 この三角形っていうのはこれ二等辺三角形になってますね。半径等しいので、したがってここ角 BCO と角 OBC、 これが等しくなります。なので今ここ40度と出てるので、外角の性質を使います。ここの外角ですね、ここ丸と丸2個分、丸2個分足したら40度になりますよね。ってことは丸1個分は20度というぐらいになりますね。丸かける2が40度なので、丸1個分は20度と出ます。なので、ここの角20度と出ます。したがって、あとはまた外角の性質ですね。ここの性質で72度と20度足して答え92度という風に求めることができます。ここは72足す20度で92度。いいかな。はい、続いて、カッコ2番いきます。それでは、カッコ2番の問題を解説していきます。問題の条件ね、見ていきましょう。まず、AB の長さが4、AD の長さが6センチ。AB が4。AD が6センチ。また、EC が2BE って書いてありますね。ってことは、BE を2倍したものが EC なので、ここ1対2になるってことですね。なので、今 BC の長さ6ですから、例えば BE の長さは 6×3 分の1で2という具合に出すことができます。ここが2と出るよと。また EC の長さは4ですね。同じように FC イコール 3DF って書いてありますね。そうするとここ1対3ってことですね、要は。1対3。で、ちょうどこの DC の長さは4ですから、ちょうど4になってるのは DF が1、FC が3ってことがわかります。で、その時に丸1、丸2答えなさいってことなんですけど、丸1番は線分 AG の長さは GE の長さの何倍か求めなさい。ということなので、要は AG 対 GE、この比がわかればいいよってことですね。じゃあ AG 対 GE を求めるためにどうすればいいか。相似を作ります。直線 BF を伸ばしてあげて、ウィーっと伸ばしますね。ウィーと伸ばします。伸ばすことによって、この伸ばした先ですね、ちょっとここを H としましょうか。そうするとここに相似が生まれますね。三角形 DHF、 この直角三角形と三角形 CBF、 これが相似になります。これとこれ相似ですね。まあ、90度で等しくて、あと対頂角等しいので、二組の角がそれぞれ等しいから相似という風になります。ということなので、相似比がこれ1対3ですね。なので、ここも1対3で出ますね。ってことは、ここの DH の長さ、この DH の長さというのは、1対3なので、この BC の長さの3分の1倍、6×3 分の1で2と出ます。今言ったのはこの BC の長さ、6の長さの3分の1倍。これ今1対3ですからね。1対3って分かったので、6×3 分の1倍。ここの長さ3分の1倍することによって、DH が2という具合に求めることができます。そしたら次にこっちの相似。こっちの相似っていうのは、今 AG 対 G を求めたいわけですけども、三角形 AHG。この三角形と三角形EBG、 これが相似になりますね。これとこれ相似、これも平行線なので、まあ、ここ錯覚等しくて、また錯覚等しいので、二組の角がそれぞれ等しいから相似ということから、相似比がこれ AG 対 GE になるところが、これ8対2って出ますね。これとこれ相似から、これとこれの相似から、相似比がここ8対2と、つまり8対2ってことは4対1ですね。なので AG 対 GE が4対1ということがわかると。ということで、丸一番は AG 対 GE が4対1って分かりますから、ってことは今聞かれてるのは、 AG の長さは GE の長さの何倍かってことなので、答え4倍というふうになります。続いて丸二番いきます。丸二番は3点 AFG、 A と F と G が周上にある円の面積は3点 EFG、 E、F、G、 これが周上にある円の面積の何倍かを求めなさいという問題になっています。で、まずね、
この気づかなきゃいけないことが一つあって、各 AGF、これがですね、90度になってることに気づかないとこの問題解けないんです。じゃあなんで90度になるかということなんだけども、この三角形ですね、この AB、この直角三角形、今青で書いた直角三角形ですね、この AB、この直角三角形と、三角形 BCF、これがですね、相似になるんですね。三角形A, B, E と三角形 B, C, F が相似になります。で、なんで相似になるかということなんだけど、まず直角ですね。ここ直角、ここ直角ですね。で、その挟んだ辺がですね、ここ2、4ってことはまあ1対2ですね。で、ここ3、6なので、ここも1対2になりますね。つまり、二組の辺の比と、その間の角はそれぞれ等しい。まあ、言い方変えると、この BE と CF は2対3ですよね。また、BA と CB も4対6で2対3ですね。なので、二組の辺の比が等しいですね。で、その間の角は90度なので、だからこの三角形 ABE と BCF は相似になっています。相似っていうことは、対応する角が等しいので、角 B と対応するのが角 C であり。間違えました。三角形 ABE の、すいません。各 A と対応するのが各 B であり、で、各 E と対応するのが各 F になっているというふうになります。で、今、丸と×足したら90度なので、丸足す×90度なので、ここがやはり、だから直角になるんですね。ここの外角の性質で丸足す×で90度。という具合になって、ここが90度ってことがわかります。なので、この各 AGF ですね、ここが90度になっているよっていうことに気づくわけですね。そうすると、じゃあ、この円、この3点を通る円って、じゃあどういうふうにして考えるのかっていう話なんですけれども、ちょっとここでですね、ちょっとその図形をちょっと書いたものがあります。ここには書きました。はい。ということで、今、この、まず三角、この A と G と F、この3点を通る円なんですけども、ここ直角で、各 ADF、ここも直角になってますね。なので、向かい合う角の和が、まあこれ180度になると、ここの4つ、この A と D と F と G ですね。この4点は同一円周上にあるとわかるわけですね。要は AF を直径にする。なので、こういう図が描かれます。で、そうすると、今、ここ直角、ここ直角になっていて、で、今、AD の長さ、AD が6で、DF が1なので、AD6、DF1。で、この円の面積を考えたいわけなので、これ AF が直径になるんですね。今、ここ90度、ここ90度だから、直径に対する円周角90度なので、そうすると AF の長さは三平方で求めることができるので、AF はルート6の2乗足す1の2乗で、ルート37。したがって、ここの半径ですね。こっちの半径は、これを2で割った2分のルート37と。したがって、この円の面積ですね。円の面積。面積は、半径かける半径かける、パイ。ということなので、4分の37パイ。というふうにして出ます。で、続いて、こっち側、EFG。E と F と G。この3点を通る円ですが、まあ、ここにもう先に書きましたが、さっき言ったように、ここ、各 G のところが90度なので、ここは90度となっているので、EF が直径になるわけですね。なので、EF の長さが分かれば、半径が分かって、そうすると円の面積が出ると。じゃあ、この EF の長さですが、ここの長さですね。この EF の長さ。で、これはどうやって求めるかと、これはもちろん、ここの直角三角形で三辺方で使えばいいわけですね。と、ここ3、4で、おなじみの3、4、5の直角三角形になるわけなので、この EF の長さ、まあ、あえて計算で書くんだったら EF はルート3の2乗足す4の2乗で5と出るので、と、ここが直径が5と。ということなので、直径が5だから、半径は2分の5というふうに求めることができますね。なので、円の面積。これは、半径かける半径かける π。2分の5の2乗π よって4分の25π というふうになります。そうすると、あとはこれを比にしてあげて、この4分の37π と4分の25π。これを比にして、
そうすると37対25になりますね。で、今求めたいのは何倍かって問題になってますね。この AFG、この円は、この EFG、この円の何倍ですかということなので、25分の37倍というふうになりますね、答え。答えは、25対37だから25分の37倍ですよという答えになります。以上で、カッコ2番の解説を終わります。それでは、大問4、カッコ3、最後の問題ですね、解説していきます。OA の長さが9センチ、AB が6センチ。で、正方形を底面としてる正四角錐であると。で、丸一番、正四角錐の体積は何立方センチメートルかということなので、まあ、O からね、垂線を下ろしますね。で、落ちてきた点っていうのは、四角形 ABCD の対角線の交点になります。なので、AC の中点ですね、に落ちてくるよと。いうことで、今 BC の長さ6で、AC の長さは、三角形 ABC が直角二等辺三角形だから、1対1対ルート2ということなので、AC は6ルート2という具合に出ます。したがって、ここの、ちょうど、落ちてきたところですね。ここちょっと勝手に E としましょうかね。この E のところ、としたときに、AE の長さは6ルート2の半分で、3ルート2という具合に出すことができます。と、AE が3ルート2と出るので、そうすると、三角形 OAE、ここで三平方の定理使えば、また OE の長さ、つまり高さが出ますね。OE の長さが三平方で、9の2乗引く3ルート2の2乗で出るよね。よって81引く18。なので、81引く18を計算してあげて、63。つまりルート63だから、3ルート7という具合に求めることができます。3ルート7と。したがって、求めたい体積。こちらに書いておきましょうか。体積は、底面積かける高さかける3分の1で出ますので、6×6×3 ルート7かける3分の1。したがって36ルート7立方センチメートルという具合な答えになりますということです。はい。続いて2番いきます。頂点 A と平面 ABC との距離を求めなさい。A と ABC、OBC ですね。失礼しました。A と OBC との距離ですね。で、距離って言われたら、今ちょっと書きましたけど、これ垂線の長さを求めたいわけですね。で、この垂線の長さ、もう立体図形で垂線の長さと言われたら、これもう体積を考える。体積を二通りで表して方程式です。もうこれはもう、大体こうやって解けますから。もう高校受験で出てくるね。距離求めなさいって言われたらですね、立体図形の問題では、この体積ですね。体積を二通りで表して方程式に持ち込むよというふうにして考えます。で、この体積なんですが、何の体積考えればいいかっていうと、この OABC ですね。この三角錐の体積。これを求めて、で、底面積が OBC って考えた時のここの垂線の長さって考えるわけですね。なので、体積と底面積が分かれば高さ出るでしょ。体積と底面積分かれば高さ出るので、体積と底面積を求めていこうというふうになります。まずは、そうだな。体積から行きましょうか。体積は、この OABC の体積ですね。OABC の体積は、実は丸一番で四角錐の体積求めてるよね。36ルート7。これの半分で出るでしょ。ちょうど半分で。よって18ルート7。立方センチメートルという具合に出すことができます。続いて、この三角形 OBC、この面積が分かればいいの。この OBC ですね。OBC の面積なんですけれども、OBC くり抜いて考えたときに、ちょっと曲がっちゃったね。OBC。OBC。で、今 BC の長さが6、で、OB の長さが9、9と。ということで、三平方の定理を使って高さを求めますね。9の半分で3になって、こっからこの高さ、ちょっと H とすると、H はルート9の2乗引く3の2乗で求めることができます。そうすると、これ計算したら、6ルート2と出ます。ルート72と出るので、81引く9でルート72。つまり6ルート2ですね。なので、高さが6ルート2ってことは、三角形 OBC の面積は、6×6√2×2/1で、18ルート2と出るわけですね。したがって、体積が今、18ルート7と出ました。で、底面積が18ルート2と出ました。ってことは、高さはどうなのかと。ここを底面積とした時の、A から下ろした高さですね。ここ、
h はちょっと使ったから x としましょうか。高さを x と置いてあげると、方程式に持ち込んで、底面積18ルート2かける高さ h かける3分の1。これが18ルート7ですよっていう方程式を立てるわけですね。そうすると、18で割って消え、で、3倍して3ルート7、ルート 2h。そうすると h イコールルート2分の3ルート7。有理化して、ルート2倍して、2分の3ルート14。ということで、答えが出ます。いいかな。ということで、この、頂点とね、平面との距離と言われたときに、まず、垂線の長さということに気づき、垂線の長さは体積を2通りで表した方程式。っていうことで、この、三角錐の体積ですね。この、AOBC。この三角錐の体積を考えて、底面積分かれば高さ出るよと、そういう形で求めることができました。以上で解説を終わります。